ジャパンストックチャンネルは毎回上場企業経営者をゲストにお招きして、 IR 資料ではなかなか分かりづらい成長の裏側を聞いていく株式情報番組です。はい、今回はですね、証券コード3920、IBC 株式会社の加藤社長にお越しいただいてます。よろしくお願いします。まあ、ゴルフであったりとか、はい、食事会みたいなところではこう接点を持たせていただいてたんですけど、ついに実現しまして、ほうこの JSC のご出演IR 資料とかではちょっと読み取りづらかったりする情報みたいなところをですね、会食中にこうお酒を酌み交わしながらお話ししているような体でですね、事業内容についてお話しいただいてもよろしいですか。もともと IBC ってインターネットワーキング&ブロードバンドコンサルティングの略、ちょっと難しいですね。まあ、インターネットの裏側を見える化するっていう、見える化した情報を抑えるっていうコンセプトで、要はサーバーネットワークセキュリティとか、そういうものを全体を可視化してしまえば、企業内の問題課題が全部浮き彫りになりますから、そのデータを抑えた人がやはり IT 業界を牛耳れるんじゃないかというコンセプトで作った会社なんですね。このコンピューター業界って NEC さんとか富士通さんとか日立さんとか IBM さんとか、大企業のコンピューター会社がメインフレームを動かして業務アプリケーションを動かしているみたいな世界がオープン化されて乱化されて、今のインターネットの時代を迎えるようになったんですけど、単一ベンダーのグループ会社が保守メンテナンスをやるみたいな世界がマルチベンダーになって、まあそういったところで時代の寵児になったのはやっぱりシスコさんとかマイクロソフトさんとか、そういう時代の背景が、インフラ側を全部可視化してしまおうっていうのが企業当初の目的というか、お客さんにとって大切な情報を適正な形で構築運用までつなげられるような会社になればなというふうに思って作った会社なんですけど、まさに御社初創業が2002年、はい、そうですね、ちょうどいわゆるホストコンピューターから、オープン化していったような、ちょうど変換期にあたる、そうですね、マイクロソフトさんが Windows94 を発表して、1997年ぐらいから普及期に入ってくるんですけど、そういう意味ではインターネットって言葉ができたのが大体2000年ちょっと前っていう感じですかね。ソフトバンクさんの孫さんが、ブロードバンドルーターをタダで配ってましたね。ばらまいてましたね。はい、あれが2002年なんですちょうど。なのでそういう時代の中で、企業内のネットワークとかそのサーバーのシステムとか、いわゆるオンプレミスの仕組みっていうのが、その辺から徐々に変わろうとしてたっていうのがあったんで、生き残れるかなというちょっと感覚だったんですよね。当時ってそれこそその、マルチベンダーがあまり想定されてなかったというか、過去期であったと思うんですけど、ちょっと早すぎた感はあったんですよね、最初ね。2015年ですかね、5年に株式上場されるわけですけど、それまでの御社のコア事業っていうのは、まさにその性能監視の領域。そうですね、主な事業っていうのはそのシステムアンサーっていうそのマルチベンダーを可視化できるツールを、年間ライセンスなりでチャリンチャリンしてサブスクリプションで、そうやってたっていう話なので、それだけで食べてて、当時はもうほぼ皆無みたいな感じ。皆無ですね、っていうか今もその何百メーカーのものを誰でも簡単に可視化できるような仕組みを持ってる人はいなくて、今もう現状もそんなに競合がない。いないですね。サーバーネットワークセキュリティ周り、あと最近だとクラウド、パブリッククラウドと言われているもの、一応うちのシステムアンサーでは可視化できますから。クラウドのものも含めて全部、競合が参入、してこないというか、しづらい理由とかってあったりするんですか。サーバーとかネットワーク周りとか、そういったアプリケーション周りを、全部うちは検証してるんですね。プロダクトが持っているそういう MIB 情報って、マネジメントインフォメーションベースっていう MIB 情報っていうものを、メーカーさんは自分たちで守るためにそういう仕組みを持ってるんですね、入れてるんですね必ず。でそれをいちいち外部の人間が検証して、何百メーカーも検証を行って自社開発の製品に踏襲していくなんてやれないですよね。ものすごく手間がかかるっていうことなんですね。何百メーカーのプロダクトわざわざ買ってとかなるほどしないじゃないですか。だからうちはだからアドバンテージがあるんですよ。御社それをやられてるの？やってるんですよ。起業した当初は、マルチベンダー対応と言いながら、
メジャーな製品しかやってなかったんですね。金がないからメーカーさんから借りてとかやってたんです。まあうちのエンジニアの血と汗と涙の結晶みたいなもんじゃないですか。まあそれを私がやらせてきちゃったっていう話なんですけど。はい、まあまさにその血と汗と涙の結晶っていうのが、うん、まあ今御社のそのメインの。そうなんですよ。会社もまあ17期目なんですけどね。結局17年間ずっとそんな検証しつつ新製品プロダクト開発し見て分析解析やり、お客側から見たこんな情報あればありがたいよねみたいなものからこういうことまでカバーしてくれればありがたいよねっていうことを IBC はやり続けているっていう感じですね。ありがとうございます。じゃあ次回も引き続き加藤社長にお話伺っていきたいと思います。